フィリアは古代ギリシア四つの愛の一つ。ニコマコス倫理学美徳とネタミフィリアはアリストテレスのニコマコス倫理学で友情、または愛、友愛と翻訳され、アリストテレスによる実際の使用法は後半である。ジェラルド・ジェヒューゲスが指摘するには、ニコ・リン・エイトとナインでアリストテレスは以下のようにフィリアの例を挙げている。 若い恋人たち生涯の友人たち互いの、まちまち政治上、または商売上の縁親たちと子たち旅仲間たちと、戦友たち同じ信仰の社会の仲間たち、または、同じ部族の靴屋と、靴屋から買う人これらすべての異なる、関係性は、ある相手と良い状態にする。一方では、コビやお世辞、他方では、不愛想で喧嘩好きという個性、または性質について、彼は言う。 名前はないが、おそらくそれは、フィリアのようなものに相違ない。中間色の人間性とは、私たちのある、まともな友人について語るときの態度である。その友人の方も、ここでは無生物との関係性は除外しまた、ペットのような動物たちとの関係性は含まれる。修辞学の中で、アリストテレスはフィリアに含まれる行為を明確にしている、好ましい誰かを欲する。 それは幸福の意味としての必要性であり、それ自体が立派、または望ましいものとしての必要性である、友人たち抜きで生きることを誰も選ばないだろう。たとえ彼がそれ以外のすべてのものを持っていたとしても、古代ギリシアの効果古代ギリシアの効果古代ギリシアの劇場プラトンとアリストテレスアリストテレスによると、フィリアは実用の友情、快楽の友情、善の友情に分類される。 形成の動機に基づいた以下の三つのタイプである。実用の友情、互形的利他主義も参照実用の友情は全く他者への敬意なしで形成された関係性である。商品を購入する例えばであるが、その行為は他の誰かと会う必要があるかもしれないが、常々それは買い手と売り手のとても浅い関係性だけである。近代国家ではこのような関係性にある人々は、 友人と呼ばれるわけがなく、顔見知りと呼ばれるのである。こうした人々が人間関係を構築する唯一の理由は、物の売りと会をするためである。その関係性は悪いことではないが、新たな動機がない限り、動機が失われると、直ちに両者の関係性は失われる。苦情や抗議は大概このタイプの友情しか生み出さない。快楽の友情、集団及び集団行動も、 参照次の段階である快楽の友情は、人々の集団の中での純然たる喜びに基づく。一緒に酒を飲むか趣味を共有する人々は、このような友情である。しかし、これらの友人たちもまた関係性を失うかもしれない。その場合では、もし彼らがもはや行為の共有を楽しまないか、もはや一緒に参加できないならば、善の友情、相互作用も三章善の友情は、 相互の性格を相互に楽しむものである。友人相互が似通った性格を保持する限り、背景となった同期が友人に向けられて、以来のその関係性は継続しうる最高水準のフィギュアであり、近代国家において真の友情と呼ばれるものに近い。ここで悪い人々も、また、同様に相互の快楽と実用のために友人となることが可能である。それは、 まともな人々が人々との関係に基づき友人になったり、ある性格の誰かが、ある性格の相手と友人になったりできることと同様である。しかし、良い人々だけが自分自身が他者であるがゆえに、相互に友人になれるのは明らかである。悪い人々は、そこに利益がない限り、他者に興味を示さない。フィリアの枠組みのすべてがアリストテレスのノートに結集しているのではない。 これらいくつかの例は、父から息子への愛か、年長者から年少者への愛か、君主から進化への愛であり得る。しかし害してそのフィリアの枠組みには対照性がある。もしフィリアが愛の一種ならばと、トーマス・ J ・オードは、それは矛盾する愛ではないものとして定義されなければ、ならないと論じた。フィリアは、幸福を促進するための意識的な反応であるとして、オードはフィリアを定義している。 ゴードのフィリアにおいては他者への協力関係や手助けにとどまらず人々は真の友情の中で人生を送ることができる。アリストテレス自給自足は論理上フィリアと衝突する概念である。アリストテレスは自身の語るフィリアと自給自足の明らかな衝突を意識していた。フィリアを語る一方で他の場所では自然の自給自足で満たされた人生について語っていたことは 当時広く知られていた、幸いにして、全く幸福な自給自足の人々は、友人たちを必要としない。というのも、彼らはすでに、すべてのものを所有し、それゆえ自給自足であり、何も加える必要がないのだ。彼はいくつかの回答を提示している。第一の回答は、他者への聖偉い的な善による行為と思いやりを基本と、する、素晴らしい人間は、友人たちのために働き、 国家のために働く。そして必要とあらばそれらのために死を辞さない。こうして全く高徳を持ち満ち足りた人間であることは必然的に思いやってくれる他者を持つということである。もしそれらがなければ一人の人間の人生は不完全である。一人ぼっちの人間の人生は辛い。彼が彼自身でいつも全部行うのは簡単ではないのであるから。 しかし他者との関係性の中と、その仲間の中では、それは、もっと簡単である。第二の回答は、良い人々の人生は、徳の寛容と共にある。最後に彼は、友人とは、もう一人の自分であると論じる。そして、人生の中で高徳を持つ人間を得るその喜びは、また、もう一人の高徳を持つ人間の人生の中にも、発見される幸福になろうとする人は、 それから、素晴らしい友人をきっと持つに違いない。アリストテレスによると、相手のための最高のフィリア形態を感覚するために、人は自分自身のために、それを感覚しなければならない。フィリアの対象は、結局、もう一人の自分自身である。ただしこれだけでは、アリストテレスのエゴイズムには、コミットしない。自己への愛は他者への愛と両立しないことがないだけで、なく、アリストテレスは、 非難される種類の事故への愛と、称賛される事故への愛の区別に注意を払っている。非難される種類の事故への愛に属するのは、最大規模の資金、名誉があり、自分たちの有興にすべてつぎ込む人々。それらの人々にとっておよそ者とは、彼らがベストと想定する、様々な手段で、執念深く追い求め、同時にオルトリズムのようであり、一見すると他者を助けることを成し遂げている。 実際は自主性の幸福を増加する傾向にある。しかしそれは動機と行動の通りに混乱をきたす。良い人間はもし友人を助けないことで自分が満たされるならば彼女は友人を助けない。彼女は友人を助けるためゆえに友人を助けない。そして助けなかった結果彼女の友人と彼女自身とに幸福をもたらす。こうして 助けない行動は、それ自体が善でありまた、自主性の幸福に対する影響への善である。利他的行動も参照当てな内の学童、友情社会学的な概念規定と説明も参照。ありがとうございます。